は今お知らせは次は大阪駅前、大阪駅前、留め立ち警察署前お越しの方はお降りください。
車とか。西天満鹿島。次は南森町。南森町バス地下鉄への乗り継ぎには自動的に料金が割引になるレインボーカード、回数カード、板場カードが便利です。ぜひご利用ください。次は桜の宮橋、桜の宮橋、造幣局前へ。大阪府警察からのお知らせです。高齢者が徒歩で通行中のひったくり被害が多発しています。カバンは車道と反対側にしっかりと置きましょう。走行中、やむを得ず、急停車することがありますので。
スリッパは手すりなどをお持ちください。また席の移動をしないようご協力をお願いします。
発車します。ご注意ください。
話したいと思います。はい、今はコントロールです。発車します、ご注意ください。次は鶴見西口、鶴見西口、胃カメラの小林委員、内科外科へお越しの方はお降りください。お降りの方は降車ボタンでお知らせください。鶴見西口に通過します。次は鶴見、クリニックへお越しの方はお降りください。市バスのご利用には北パカードが便利です。1回目のご利用から大人なら 10% 引きの180円、学生なら 20% 引きの160円でご乗車いただけます。ぜひ北パカードをご利用ください。次に止まります。お降りの方はバスが止まるまでそのまま座ってください。鶴見止まります。鶴見で最後発車します、ご注意ください。次は横筒に車内での飲食はご遠慮ください。本日は市バスをご利用いただきありがとうございます。次は横堤バスターミナル、現金で地下鉄へ乗り継がれる方は地下鉄乗り継ぎボタンを押して地下鉄連絡券をお求めください。横筒にバスターミナル通過します。次は鶴見区役所前、不動産分譲売買賃貸のセンチュリー21福栄ハウジングへお越しの方はお降りください。鶴見区役所前に通過します。
済売買管理の日経産業へお越しの方はお降りください。
はい、また東小学校まで通過します。はい、東小次は増田大宮二段、増田大宮二段です。交通局では A 交通が一日乗り放題となるエンジョイエコカードを発売しております。皆様のご利用をお願いいたします。
次は地下鉄角場避難、地下鉄角場避難、成早ドーム前終点です。バス地下鉄への乗り継ぎには自動的に料金が割引になるレインボーカード、回数カード、ひさまカードが便利です。ぜひご利用ください。角間南で、はい、どうぞ。